ティア2？ ティア2で、どこ行ったんやったっけ？キャンディーランド行った。ガルデシア行った。アイラマイも行ったよな。ヘイブン。セレブ。セレビは、花火でレディエイティアの先導、戦士を殺す。花火で、花火のダメージを与えることに、だって殺す、かっこ、花火のダメージを与えるって書いてある。花火でダメージ入る？いや、したことないけど。それか、クリステビア。クリステビアのリルムストーンは、プレイヤーのインベントリーに空のリルムストーンがある。ケースコンストラクトでディープクリスタルを使用することによって取得する。使うようなもんだ。ディープクリスタルを置くんかな。捕食ブロックじゃない。あ、書いてある。ミークリックだって。あ、そう？うん。これを持ってミークリックするので、そのモブに。なるほど。ここ行くか、じゃあ。何やったっけ？シルクタッチのやつがないと取れん。そうよね。今僕43レベルあるけ、視力と違っちゃすぐ。いや。待って、これでも何でもいいんだよね、多分ツルハシは。多分ね。じゃあ鉄で行くか。あ、視力タッチねえわ。ダイヤのやつ効率強化やったな。そうなんや。じゃあ僕は視力タッチガチャをしよう。あ、おったです。おったです。おったですか。こいつに使う。よいしょー。イエーイ。ザ・クリスタルキー。どうなんでしょうか。これってさ、あ、いけるやん。何が？ほら、見てきたさ。あ、ゲートゲート。めっちゃ綺麗やん。できたわ、こっち。すげえ、そっからもできるな。てか、もう、なんならこっからでいいみたい。いけるんじゃん。わざわざ。わざわざ線でもいいみたいよ。ティア2でもいけるんや。何やそれ。何やそれ。どこ？山本さんが迷子なんで、その間に今回のディメンションの説明を。あ、そうね。クリステビアは、歯と通貨の両方として仕事に手帳で緑まで満たされています。どういうことや？何？クリステビアには、昼夜サイクルがありません。建造物は4つ。クリスタルエクステンションステーションステーション。ん？クリスタルエクステンションステーション。あ、テンション高そう。クリスタルエクステンションシュラインがある小さな建造物。何エクステンションシュラインって？ちょっとわからん。神社か？神社があるらしいわ。それと、あと、結晶転送構造。これなんか写真が出てこんけど、なんで？クリスタルトランスファーストラクチャーズ。クリスタルトレーダーとの取引のため、ああ、交換系の人がいるよと。あ、クリスタルトレーディングポスト。ポスト、郵便物出せろ。クリスタルトレーディングポストはさまざまなクリスタルをテーマにした武器、クリスタルアーマー、ジャイアントクリスタル、クリステビアトークンをクリスタルと交換するクリスタルトレーダーを保持する構造です。武器、防具交換できるんやって、そこにいる人。いいね。発電所。ステーションブロックが含まれており、ジャイアントクリスタルを使用するとボスクリストコアがスポーンします。ほう。クリスタルロッドオーバールック、これロッドマンが入れますね。ああ、いつものね。うん。ボスは、ボスは1体1体です。ジャイアントクリスタル、ジャイアントクリスタルっていうのを取ればいい。ジャイアントクリスタルどこにあるんですか？ジャイアントクリスタルはクリスタルエクステンションシュラインでレインボードルースを使用すると、その近くに任意のタイプのクリスタルが10個あればジャイアントクリスタルが作成されます。あ、んー、オッケー。じゃあ行くか。行こう。なんかステンドグラスみたい。おー、進捗とスペイン。あー、紫。あーっと、すごいレザーみたいだね。これさ、視力タッチでさ、これ受け、ちょっと。あっつ、いって。これでディン。これでなんか。ポン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 。
これ何鉱石だろう。パープルジェムストーン。おお、新しいやつ。あ、取れた。レッドクリスタルプラント。いた。え、なんや。遠隔されてる。遠隔してくるやついる。すごい取る。ずるい。あ。オッケー。セセルテンの。潰しても潰しちゃうね。シルクタッチだね、ここで今日。黒いのも来た。ホワイトジェムストーン。へぇ。シルクタッチやな。シルクタッチだね。アピプルルンチョイキップ。あ、これ取ったとしても意味は植えるだけか。植えれるんか、じゃあこれを。あ、それをなんか10個植えるんじゃない。10個植えるんか。なるほどね。その使うときに。で、そのがジャイアントクリスタルがやるんだよ。あ、うんだん。モブ倒してうんだん。あれなんかあそこあるよ。あれも建物やね。あ、これ。お前こら。お前こら。遠隔が上だいな。あ、これは充電発電所？あれもう登った。はい。あ、ちょっと待って。発電所なんじゃないここ。これね、違うに違うブロック。へえ。これ違う。うん、これはパワーステーション。あの発電所のやつはパワーステーションで、これはクリスタルクリエイター。なんなん、クリスタルクリエイターは。おじさんがぶっ壊してます、周りに。あ、変わった。フルクリスタルになった。へぇ、そうそう、今もちさんが好きなこの青のやつを使うと、うん、これに変わる。へぇ、好きだね。これは何や、ブルークリスタル。あ、結晶点と転送構造じゃろ、これ。あ、結晶、はい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 、写真が1個ないやつ。それか、それは。あ、そうそうそう。宝石をクリスタルに変換します。これです、結晶転送構造やって。各構造はそのような宝石のみを変換し、成功する確率はわずか 12.5% です。てか、こんなに色のやつ持ってたんや。じゃこれ持って帰る。あ、これ持って帰ってもいいですか。そうね。あ、クリス、あ、吸い通るんか、そうか。はい、そうやった。